こんにちは、タロット占い師のポロです。ウィザードリーベインオブザコズミックフォージ実況プレイ 1-21 始めます。今回は、そうね、ちょっと行くところがあるんですが、城の地下2階の方に行きたいと思ってるんですが、その前にちょっと今この辺ね、クイックエグの近くにですね、クイックエグのとこ行ってちょっとね、装備品を整えます。この先ちょっとねまだきついところに行くことになるので、できるだけ装備を整えてそれから先へ進みたいと思います。はい、じゃあ取引します。ドラゴン、あ、お金がない終了。神秘の、あ、そうだね、集める、ちょっとアポロに集めようってね。取引、今お金こんだけ持ってるんだね。で、神秘の油一応買っときましょう。もしかしたらね、いつか使うかもしれないので。で、あとはちょっとね、装備品を整えていきます。はい、じゃあ荷物の整理というか、装備品のね強化みたいな作業は終わったので、クイクエグのところは立ち去ります。今どんな感じになってるかというと、ドラゴンが、そう、こんな感じです。カットラス、バックラーシールド装備して、防具にフェザードハット、胴体にレザーホバーク、足にレザーレギング、ブーツはレザーブーツと、こんな感じですね。レザー系の、まあ、そこそこいい装備を持ってるわけですね。アーマークラスはこんな感じです。で、さらにこちらのアポの方が、武器はスティーブ・ミサイルズとバックラッシールドで、シャドウクロークをね、さっきまで、あっちの誰だっけドラゴンか、ドラゴンが装備してたのをもらってきました。シャドウクロークね。で、頭にフェザーハットで、胴体ストゥールシュイヤーブラプラスに秒打ちブラですねやばい、こんなの装備したくない、やっぱり秒打ちブラをとりあえず装備してます。で、ファーレギング、まあちょっとこれはね、そんなにいい装備じゃないんだけど、一応ファーレギングを装備したままにして、で、レザーブーツです。で、スウェードダブレットはちょっとこれキープですね。あ、なぜかというと、後でこのアポロはレンジャーに転職するんだけど、レンジャーに転職するとシーフよりもね、装備できる防具が弱くなってしまうんですね。レザー系の装備ができ装備できなくなってしまうので、スウェードダブレットとファーレギングをキープしてるわけです。このブラは、ブラもレンジャーは装備できませんということで、転職したらこれはもうね、撃っちゃいますけどねやだ、やっぱりブラを装備してるなんてやだよ、なんか変だよねまあいい、我慢し、しばらく我慢です。ちょっと我慢してください。では、ちょっとね、どこへ行くかというとですね、あまり無駄な時間を費やしたくないんで、さっさと行きますが。というか、経験値稼ぎをしたいんですが、今、城の地下2階におりました。で、少し進んでいきますが、地下2階に、ここに鉄格子の扉がね、いくつかある場所があります。さらに奥に向かうと、黒い鉄製のシャレコーベが頑丈なドアの表面につけられている。その顔はまるで通路をにらみつけているようで、目のところにはかなり深い穴が開いている。まるで昔の一組の宝石が埋め込まれていたかのようであった。ということで、宝石が埋め込まれていたかのようであったというね、扉です。ここは開いてません。で、今回進めるのは、
ここです。ここでドラゴンが持ってる金の鍵、ゴールドキーを使うと開くんですね。この先に進みたいんだけれど、今フェアリーがね、もうちょっとレベルアップしてほしいので、少し経験値稼ぎをしましょう。まあこの場所でいいかな。呪文。ドワーフ。アーマープレートを唱えて。ドワーフ。エンチャンテッドブレードで。で、ここで、2、3回戦闘をやって、この場所はきついかな。地下2階でどんなモンスターが出るか。まあ、ここできついんだったら、この先進むの相当きついので、まあ、様子見というね。はい、出たよ。ほら、このラットの大群。まあでも、こういうね、モンスターはこれから先どんどん出てくるので、まあ、この辺のモンスターでもちゃんと渡り合えるぐらいに強くなってないことには、厳しいよね。とりあえず戦闘ですが、じゃあブレイズ5体いけそうですね。5体どっちにしようかな。こっちか。そしてアポロは呪文なんか使えるかな。スリープ持ってるけど、持ってるけれど、まあスリープ止めとくか。これエルフもスリープないんだ。攻撃呪文がない。じゃあブレースでちょっと防御して、ムークが何か、スリープでこれでしょ。でフェアリーがファイアボール。今度は失敗しないでくださいよ。ファイアボールでこの5体のラビットラッツ。戦闘開始。さあ、うまく、もうちょっとレベルアップするとね、この辺のラットは楽勝なんだけど、今、ギリギリだよね。まあ、ダメージに関してはそんな大したないのかな。あ、きついね、やっぱり。戦闘能力としては今ギリギリのレベルですね。厳しいですね。もっとレベル上げないと、この先へ進むの相当きついと思います。まあでもこれぐらいの緊張感がないとね、面白くないからね。まあ、厳しい場合にはどんどんね、経験値稼ぎを先にやって、レベル上げてから先へ進めばいいだけなんだけど、どうでしょうか。ラビットラット、5体のラビットラットを倒せるか。ラットは足が速いから、こっちの攻撃はね、なかなか後になっちゃうんだよね。フェアリーでも素早さが高い方のキャラクターなんだけれど、ラットより遅れを取ってるよね、相当ね。ドラゴン隠れるか。失敗した。まあ、敵が多いと失敗しやすいよね。スリープを唱えて、6体のラットを眠らせます。ドワーフブレイズを唱えて、5体のラットを倒せるかな、全部。よし。あとは、スリープ。あ、もう無駄打ちか。まあ、それでも、保険のようなもんだからね。ラビットラッツか。どうする？攻撃でいこうかな。攻撃。ついて、キラーラット。攻撃。キラーラット。アポロも、攻撃。キラーラット。エルフは、なんか攻撃呪文使いたいところだけど、攻撃でいいか。ムークのスリープ。フェアリーは、もうか、フェアリーどうしようかな。
でもファイヤーボールもう一回使ってもいいぐらいだけれど、マジックミサイルのを使っとこうかな。2、3、4、4体、これどうですか。パワーをセーブしたのはあまりね、無駄にダメージを与えすぎても意味がないので、さあ順調に敵を倒しております。これだけ大量のラットを倒せば1000ポイントぐらいいくかね、経験値。2000ぐらいいくかな、2000もいかないかな。どんぐらいもらえるんだろう。1000を超えればフェアリーがレベルアップするはず。はい、いいね。フェアリーのマジックミサイルで4体のキラーラットを倒したと。キラーラットだったっけ、どっちだ、ラビットラットか。もう貫通しない。ムークが、あ、ラビットラット。ラビットラットってどういう意味だろうね。ウサギじゃないよね。ウサギはラビットだよね。ラビットでいいのか。お、全部寝てるので、もう普通に攻撃していきましょう。攻撃。攻撃、あ、叩く、攻撃、叩く。フェアリーだけは隠れます。これでうまくいけば全滅できるし、まあ失敗してもこちらはダメージは受けずに済むはずです。っていうかなかなか倒せません。貫通しない。ちょっとなんとかして貫通してよ。やばい、あ、倒した。よし。ドラコンは？あれ？あ、ドラコン失敗してる？じゃあドラコンつく。ラビットラット攻撃。アポロは隠れて。フェアリーも隠れると。はい。どうですか、これで。また失敗してるよ。隠れてよ、頼むから。あ、6ポイントでは倒せない、まずい。あ、ドラゴンの攻撃も外れた。当たってはいるけど貫通しなかったか。あ、まずい。よしよし、これでやっと1体倒した。2体のラットが目覚めてしまいました。なんとかしてください。ドラコンは隠れて、ドワーフはこっちに攻撃して、アポロは攻撃でこっち、エルフは攻撃でこっちで、まあ呪文を使いたいところだけども、先制攻撃ね、なんとか倒してください。やばいやばい、ドワーフがどんどんダメージ受けてる。またドワーフだ。うわ意外と防げないね。回避率が弱いね、低いね。キルトレギング、キルトチュニック程度ではまだまだダメってことかな。あら、ちょっと手こずりすぎですよ。攻撃呪文使うべきだったかな。ラットとはいえ、舐めてかかってはいけないですね。外れております。まだ倒せません。攻撃、振っときます。で、呪文、ヒールーンズで自分を回復。アポロは攻撃、
ちもまたヒールーンズでドワーフを回復、叩く、隠れる、戦闘開始。どうだ、あとドワーフ痛いです。なんかドワーフが集中攻撃、まあドラゴンとアポロが隠れてるっていうのがあるよね。ドラゴン隠れてなかったっけ。やっとフェアリーは隠れました。ドラゴンが尻尾にダメージ8、キララットを倒しました。あと1体ラビットラット、どうなる。後ろから攻撃、外れた。ムークの攻撃、外れた。はい、ドワーフはほぼ完璧にヒットポイント回復。あとはもう全員攻撃だね。フェアリーだけはハーモニーを使ってと。はい、倒しちゃうかな。倒しちゃったか。ハーモニウムは無駄打ちです。はい、あ、2000ポイント、これでフェアリーがレベルアップでしょう。来たよ、素早さ上がってくんないかな。バイタリティだけ2ポイントのヒットポイント、あーちょっといまいちでした。スキルポイントは6でそこそこだけど、これでも少ないよね。これでは、フェアリーはね、この木の領域のレビテイトが欲しかったんだけれど、まあ今はあれだね、しょうがない。アイスボールを覚えとくか。アイスボールということで、先へ進みたいんですが、一回ちょっと休憩だね。休憩。この場所は危険なので、安全な場所に戻ってから、マジックポイントのね、回復のために休憩してきます。はい。ここが城の1階なので、ここで休息。エルフが寝てるだけですね。大丈夫です。まあどうせクリーピングバインなので、隠れて攻撃でいきましょう。フェリーは影に隠れた。いいね。クリーピングバインで隠れる練習してください。役に立たないね。本当フェアリーの存在感がないというかね。隠れてはハーモニウム、隠れてはハーモニウムで、隠れるのもほとんど成功しないし、ハーモニウムもあまり意味のない。スリープのようにね、明らかなこう明確な効果がない道具を使ってもしょうがないんだけどね。はい、まあここはフェアリーの修行ということで、ね、楽器の楽器の修行のために今頑張ってるところです。はい、まあ完璧に休息が取れたわけではないですが、スタミナがだいぶ回復しているようなので、下に降りて先ほど扉を開けた方に進んでいきましょう。ここはね、こんな感じで、こう、なんていうの、パズルになってんだよね。パズルというか、トラップがいっぱいあって、隅
イッチがあったりしてね、このようにあるんでね。で、ちょっとね、一回ぐらい落ちてみるのも面白いんじゃないかなということで、今回は下に降りてみます。降りるというか、本当はレビテートがあれば、飛び降りてもね、ダメージを受けなくて済むんだけど、今ないので、そのまま、飛び降りると確実にダメージを受けてしまうことになるんですが、飛び降りてみましょう。いいや。あれ？ダメージ受けなかった？あ、そういうこともあるよね。というか、ジャイアントサーペント。はい。こいつはとりあえず目つぶしさえ成功すれば、なんとかなるので、使用、目つぶし持ってたはずだよ。あとはブラインド。これで。そしてドワーフは呪文。攻撃呪文はなかったっけ？ないんだよね。なので、とりあえずブレスを少し打って。で、アポロもブラインディングフラッシュを打って、エルフ呪文。攻撃呪文は、エナジーブラストしかないか。あまり強力なの。まあ、これぐらいとか。ムークも攻撃呪文ないんだよね。あ、ブレイズがあるけれど、これ切り札に取っておきたいので、テラー、まあ普通に攻撃とか。攻撃。叩く。いや、待てよ。呪文。やっぱりね。ブレス少し。そして、フェアリーはどうしようかな。呪文。隠れる方がいいのかな。隠れる。やってみようか。隠れる。戦闘開始。ジャイアントサーペント、ムークに。あーっと、っと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 。やばい、死んじゃう。死んじゃう。やーべ。よし、目が見えなくなった。よかった。目つぶし しておけば、このジャイアントサーペント2回攻撃してくるからね。一発で半分以下になってる。やばい。フェアリー隠れて失敗してない。隠れるのやめようもん。やーべ。よし。いいね。大ダメージ与えてくれました。エナジーブラストで。さあ、どうする？どうする？どうする？あとはもう早めにダメージを与えまくって倒すべきなんだけれど、攻撃よりは呪文の方がいいのかな。アシッドスプラッシュ唱えてみようか。呪文。そしてエルフはちょっとね、回復だね。3、これぐらいで。ムークは攻撃。フェアリーは、エナジーブラストだね。間違いなく。はい。戦闘開始。今度はドワーフをターゲットにされましたが大丈夫です。エルフがヒールウンズで、ムーク完全回復。ドラゴンは、カタルスイタ。ダメージ20。いいね。エナジーブラスト2ダメージ20。倒せるか？まだ、まだです。アポロのアシッドスプラッシュが効いてくれれば、僕はクォータスタフで場合は貫通しない。アシッドスプラッシュどうだ？ああ、効き目ない！やばい！やばいね。これ以上はちょっと呪文も使えないことになるけど、攻撃つく、ドワーフ攻撃、呪文、ないもんね。スティンクボムか。まあ攻撃の方がいいでしょ。攻撃。エルフ呪文。ああ、もうないもんね。やっぱり。ここはもう攻撃しかないでしょ。ムークも攻撃。あとはフェア、あ、違う違う。フェアリーの
エナジーブラスト頼みだね。エナジーブラストがうまくヒットしてくれれば倒せる。はい、ドラコンがターゲットになりました。エナジーブラストを止めた。命中13ダメージ。おっと、意外と少なかった。アポロはステーブンされた。だ、貫通しない。まずい。ドラコンはガットラスについた。命中ドラインダメージ18。倒して倒して、よしよし、助かった。死人を出さずに倒して、これでいくらぐらいかな、経験値。モンスターを撃退した。あ、1521。もしかしたらレベルアップするかもしれないね。来たー、アポロ。バイタリティ上がって、バイタリティ、えかー。バイタリティとストレングスが上がるとレンジャーに転職できたんだけれど、全然ダメでしたね。ちょっと当分転職できそうもないね。錬金術を上げておきますが、シーフなので特に何もないと、はい。それでこの先に進むとですね、また戦闘なんだよね、きっとね。休息取ったらどうなるんだろう。ちょっとセーブ、リスクセーブして、これ休息取ってみよう。どうなる、休息取ってもモンスター出ない。出たら何が出るんだ。おお、助かった。よし、これでほぼいい感じで回復してるはずなので、アーマープレート唱えて、あとはエンチャンテッドブレード唱えて、ここに行くと多分ね、また出るのよね。ほら出た。よし、じゃあさっきと同じ戦法でいきます。使用ブラインド、そしてドワーフがさっきと同じと言いながら、ちょっとね、やっぱりブレスを唱えとくか。というか意味ないよね、ほとんど。あ、でも攻撃が命中する確率が上がるとすれば、ブレスを唱えるのも悪くないと思うので。そしてブラインディングフラッシュ、パワーレベル2ぐらい、3ぐらいで打ったっけ。エルフは呪文、エナジーブラストかな、やっぱり。はい、そしてムークが呪文、ブレス、フェアリーは呪文、エナジーブラストで、これでいきます。戦闘開始。お、アポロがターゲットになった。まずい。お、貫通しない、ラッキー。ブラインディングフラッシュ、目が見えなくなった。効くね。たまに効かない時あるんだけど。エナジーブラストで17のダメージ。ドラゴンはブラインドをトスして、さらに目が見えなくなったと。これで当分もうね、回復することはないので、まあ慎重にじっくりと確実に攻めていきましょう。22のダメージ。エナジーブラストは余ってないかな。攻撃つく、攻撃呪文、一応アシッドスプラッシュ打ってみよう。効くのかな、効かなかったからな、さっきな。呪文、エナジーブラストが残ってない。もう攻撃でいいや。攻撃叩く、攻撃叩く、呪文で、エナジーブラストで、はい、これでいきます。まだチリングタッチとか覚えてないんだよね、確か。覚えてたっけ。ドラゴンの攻撃、遠いダメージ20。いいね。アポロはアシッドスプラッシュ。あー、また外れた。アシッドスプラッシュもやめとこうか。3の攻撃が効かないってことかな、このジャイアントサーペント。はい、ターゲット、ムークがターゲットにされておりますが全然平気です。ドワーフの攻撃外れた。
エルフはコート叩いた。あれだ、ダメだな。ムークはどうだ。命中、貫通しない。ついた方がいいのかな。ついてみよう。今度はドラゴンは攻撃、つく、攻撃、攻撃、攻撃、つく、攻撃、つく。フェアリーのアイスボールが余ってるのでアイスボール打ってみましょう。本当はね、もったいないんだけど、いきます。ジャイアントサーペント、よし。フェアリーはアイスボールを捉えた。命中20のダメージ、うん、ファイアーボールのパワーレベル4、5ぐらいと一緒だね。タイルダメージが一緒ならまあ、よし、倒しました。まだレベルアップは誰もしないかな。するかな、誰か。おお、はい。ということで、この扉を飛び出すね、真っ暗な向こう側に行ってみると、ワープして元の場所に戻ってきます。さっきのね、パズルの部屋。